お。案内所は工事のため閉鎖させてもらってるだなも。今日は入れないのか。案内所入れないからさ、タヌポートのログインボーナスもらえないじゃん。せっかく毎日やってたのに、何ですか？ネギがないって。あ、ちょっと。つながくん、おはよう、ピオ。僕のお家にご挨拶に来てくれてどうもありがとうね。お引越ししてきたその日に素敵なお友達ができて、とってもとっても嬉しかったよ。それでね、あのね。今日はこれをもらってほしくて君のこと探してたんだ。お引越しのご挨拶だよ。何ですか？50億円とかね。その円形、園芸ワゴン、僕が前にいた島で作ったんだ。今までで一番上手にできたやつだよ。君の好きな場所に置いてくれていいかね。そんな大事なものをもらっていいんですか？いや、こちらこそよろしくお願いします。かわいいな、この、俺この顔好き。この眉毛太い感じ。この眉毛のこの感じ。困り眉っていうの。最近、あ、捕まえとしてる。頑張れ、頑張れ。いけ、いけ、いけ、いけ。おい、おい、おい、レイチェルに横取りされるぞ。おい、おい、いけ、あ、レイチェルに横取りされそう。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。レイチェル、お前。レイチェルの邪魔してやろうかな。いけ、頑張れ。いけ、いけ、早く。いけ。おい、レイチェル、お前はダメ。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 え、おい、ちょっと、あ、ちょっとくん？あ、ちょっとくん追いかけなくていいの？レイチェルダメだよ。あ、ちょっとくん。あ、ちょっと、あ、諦めちゃった。おい、お前、お前を人の、おい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 、横取りしようとしてる。人の手、え、人の手柄をお前横取りすんの、お前。あ、ちょっとに渡せよ、これは。よ、どこか出かける途中、やっほー。出かけるつもこの島しかないけど。ここの暮らしは気ままでいいね。昼頃まで寝てたって、誰にも怒られないもんな、やっほー。そんな島で俺も暮らしたいな。まあ、最近は僕も朝に寝て昼に起きる生活してるんですけどね。でも大学がもう始まるからさ、来週から。もうこんなこと言ってられんよな。さすがに、あ、待って、なんか、何あれ。うわ、ミスった！くっそ！これ、上下だと距離感がつかみにくい。あれ、今まで捕まえたことないやつだったよな。あ、レイチェル、レイチェルに取られる、レイチェルに取られる、レイチェルに取られる前に俺が捕まえる。よーし。お前、人の、すぐ漁夫の利を得ようとする、お前は。あれ、守からなんか届いてるの？やったな！お前んちまた大きくなったじゃないか。くそー、正直羨ましいぞ。おいらも部屋に筋トレマシンを置きまくりたいぞ。よかったらこれもお前の部屋に置いてやってくれ。永遠のライバル、守より。俺は、君をライバルと認めた覚えはないがね。何くれたんだろう。タンクレストイレ？え？タンクのいらないトイレって何？ここで、タンクのいらないトイレってことでしょこれ。汚な。こんな、部屋にさ、部屋にこんな剥き出し、ああ、ちゃんと蓋閉まった。すげえ。部屋にこんな、うわぁ、ちゃんと、そこだけリアルだな。何このゲームってトイレしないといけないの？俺昔バイオハザードかなんかで冗談でさ、こんなゲームがリアルになったらそろそろトイレしないといけないゲーム出てくるかもなっつったけど、本当にこれトイレしないといけないゲームになりつつあるぞ。無駄に高性能。近づくと悪タイプ。独房みたいだな。しまうわ。ちょうど部屋二つに増えたからさ、トイレの部屋、待って、ここトイレの部屋にしようぜ、ここ。また手前の部屋も持て余してるから、ここトイレの部屋にしよう、ここ。ここタンクレストイレ置いて。永遠のライバル、守るが来る。ここトイレにして、ちょっと壁にくっつけて。この部屋トイレな。めちゃくちゃ豪華なトイレにするか。この部屋トイレな。贅沢なトイレ。ちょっとルナフレーナ様のお家行ってみよう。こんにちは。あ、なんか作ってる。あ、しかもさ、上等な DIY 作業台だよね、あれね。俺がよく外に置いてるやつじゃなくて、もうちょっとグレードの高い DIY 作業台だよね。しかもさ、部屋可愛いな。壁紙も可愛いしさ、床のフローリングも可愛いし、しかもこの積み木のこのタンスとか、ベッドとか、積み木のコンポ、これ俺があげたやつだよね。すごい、ちゃんと俺が準備したの使ってくれてる。さすがアイドルの卵って感じのお家だね。ちょっと、ごめんね、邪魔して。ごめんね、邪魔して。やったね、あたい。じゃあもっと高い声、アイドルの卵だからな。やったね、あたい。やっぱセンスあるわ。ね、砂川ちゃん、普通に。なんか作ってたの？えへん、何を隠
そ、私は今貝殻のラグを作ってたとこなの。昨日の夜読んでた漫画からアイデアをピコンと受信してね、それを具現化してる最中ってこと。最中ってとこ。あ、スネロワちゃんも貝殻ラグの作り方知りたかったりする？普通に。あ、こうやって DIY レシピをゲットしたりするのか。知りたいまで裏声で言おうとした。知りたい。あたい忘れっぽいからちゃんとメモしてあるんだよね。じゃあはい、レシピどうぞ。こんなことあんなんじゃ積極的に村人に話しかけた方がいいな。結構簡単だと思うし、砂川ちゃんだったらいい感じに作れると思うよ。普通にいい感じなのか普通なのかどっちなのかな。え、かゆがってたのはどうしたの？かゆがってなかった？本人は風味が強いって思ってたら、それ砂川ちゃんがでさ。そうだよそうだよ、俺があげたの。あ、服ね。これあれです。ヴィトンとシュプリームのコラボしたパーカーです。既製品の枠を超えてファッションを楽しむとか超イケてるじゃん。普通に。だから超なのか普通なのか。この人、この人最後で度合いを表す副詞が矛盾してしまうよな。そういうとこも含めて可愛い。あと、かゆがってたじゃん。それは治ったのかな？完全にあれゾンビになる兆候だったよね。かゆ馬日記の感じだったよね。バイオハザードの。確実にあれ掘ってたらゾンビになるパターンだけどな。まあ、大丈夫そうで何より。アイドルはどうなの？アイドル活動は順調なんかな？頑張ってほしいよね。俺は応援するからな。俺は貢ぐからな。推しが武道館行ってくれたら死ぬ。君名前なんだっけ？待って、当てるからな。なんだっけ？え、絶対わかる。待って、ユダヤじゃなくて、なんだっけ？君名前なんだっけ？あ、待って、絶対わかる。なんだっけ？エレズンじゃなくて、あれだ、あれだ、シドニー。そうそうそう。あ、シドニーだからコアラなのか。なるほど。ずっと FF15 のシドニーばっか出てきたけど、あの、オーストラリアだからね。なるほどね。そういう名前の付け方なんだ。あら、こんにちはだ、コアラ。今日はどんなことが起こるのかしら。ワクワクしますね、だ、コアラ。何回も話しかけたら話変わるよ。私に何かご用事ですか、だ、コアラ。おしゃべりしよう。あ、ちょっとさんのお家に遊びに行ったことはありますか？あるよ。家具の選び方やお家の雰囲気に、あ、ちょっとさんらしさが出ていて、なかなか素敵なんですよ、だこ。その家具俺が作ったんだからな。君んちのこの、何？このね、ベッドみたいな。この木製ベッドとか、この椅子とか全部俺が作ったからな。DIY で。感謝しろよ。あ、ちょっとのお家の中見てみるか。前段ボールまみれだったからね。ちゃんと鍵閉めてる。何この島、何盗難防止、何みんな仲間だろこの島は。宮古島の田舎とかはもう鍵閉めずに出かけたりしてたよ。もうみんな知り合いだから。最近はさすがにこのご時世警戒してきてるらしいけど、ちょっと前まで本当に鍵も閉めずに出かけてたよ。待って、花カマキリいる。あれ、花カマキリだよね、あれ。花に擬態するやつ。オッケー、ハナカマキリだよね、これね。おー、ハナカマキリもいるんだ。寄贈しよう。まださ、このゲームで初見の昆虫捕まえてさ、これ多分あれじゃねっつって本当にそれでやってた時ちょっと嬉しいよね。これ友達と通信する時とかにやるといいよってやつでしょ。寝てる。そっとしといてあげよう。起きないかな。この辺でめちゃくちゃスコープ振ってたら起きないかな。全然起きないね。こいつ閉じ込めらんない、こうやって。はい、閉じ込めた。こいつもうここから動けない。もうお前動けないよ。一旦マップ切り替えてみるか。寝てる？あ、起きてる起きてるけど、起きてるけど出られなくなってる。あ、あ、待って起きてるけど、めちゃくちゃ悲しそうな目でこっち見てるけど。ほら来いよ、おい。来てみろよ、ほら。ほら、下まつげだけ長いやつ。ほら来てみろよ、センター分け。羨ましいだろ。ほら、こうやってカラスアゲハを捕まえて。やべえ、見ないふりしてる今。今捕まえた瞬間見ないふりを始めた今。ほら。おいでよ動物の森。
マジで動き、あれずっとそのままなのかな。はい、今日はもうこの案内所も開いてないし、仕立て屋もまだできてなくて、やることなさそうなんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。